昨日はよくも危うく俺だけ異世界に。何の話？なんでもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこを何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつくか。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える。金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの。なら本物の銀行とか。それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな。犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい、勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え、俺なんか言った。金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら行くぞ。ナビゲーションを開始します。何あれ。歩く ATM。 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか街ごととはな。見ろよこの街並み、歪みが街の全体に及んでる。
全体？ああ、お城や美術館の時は外の街並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。街全部取ってどっかにアジトあんだろ、探そうぜ。よし行こうぜ。さ、金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ、我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもな。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。酒臭い女か？黒いつながり。
正義の証明も楽じゃねえよ。これ明日みんなに相談だな。よし。最近考えるの、例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ。ご立派な正義感掲げて死んでいって、子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。疲れてるの、本当に。明日からは外で食べるわ。そういえば、答えてください。
し、できた。これだ。正解です。何も浮かばねえな。今回ばかりはお手上げ。パレスが空中とかずるいよな。せめて現実の金城に接触できればな。ん？何？別に見かけたから。本当か？ずいぶん手こずってるみたいじゃない？様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ？おい、バカ正直に答えんなって。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。私は違う。なんか言ったかい？いいわ、金城に会わせてあげる。一体何をするつもりだ？マジだったぞ。金城に心当たりがあるということか。いや、それはさすがに。なんか思い詰めてたよな。もう何なのあの人。嫉妬いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。もしもし、私、新島誠。いいからこのまま聞いてて、録音も。何？誰から？あなたたち、金城って知ってる？あいつ何する気だ。セントラル街に来れば金城って人に会えるって聞いたんだけど。セントラル街。早まりすぎだ。何したいわけ？
囚人学園の生徒をゆすってるでしょ。警察にチクられたくなかったら私に会えて伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ、ノリなの。本当に金城のところに乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れて。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。追いかけよ。リュウジ、タクシー。俺ナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。だくそ、仕方しやがった。止まれっつってんだろ。リュウジ、お前ら早く乗れ。囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。でこの番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。虹子さん、何しやがった。ああ、そういうこと。つけられたな、バカが。すげえ。前見たバッグ、ワニの。あれ、いくら？300くらい？うわぁ、いいの？そいつらに俺、言えよ。はぁ？今、すっげぇイラついてんの、わかる？金使うとストレス発散になんだろ。ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。よろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな表情硬いな。未成年がクラブでランチキ騒ぎ？これ学校に送っていい？それは。あ、やっべ、酒とタバコ映ってる。ああ、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん。いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。Thank you.
いつも通り一月と言ってやりたいところだが、まあ大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろ。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ。これからお楽しみなんだ。はあ？ざけんな。構うな。今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい。こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ、役に立たなきゃって一人で焦って。ああもういいだろ。やっちまったことは戻せねえんだから。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん。私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。え？鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何もできなかった。ううん、しなかったのよ。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことをクズなんて言わないから。え？何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り、誰より近くにいたのに。それに悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。志保だって私だって分かってる。高牧さん、君も居場所はなかった、そういうことか。私も二度と誰かを同じ目に遭わせない。さてこれからどうする。お金は私が何とかするから。金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ。俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえ何とかなりゃな。龍二。
銀行？あ、そうか、銀行か。役立たずどころじゃねえ。彼女大手柄かもしれねえ。お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？我が輩たちは金城の標的になった。金城の銀行の客になったってことだ。そうか。今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、話についていけねえ。あれだけ無茶して体を張ったんだ。今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ？どこだ？そう、キツネ？フォックスだ。静かにしろって。シャドウたちに気づかれんだろう。化け猫？モルガナだよ。彼のカバンに入ってた猫、ここに来るとそうなるの。その声、高牧さん？ここどこ？金城の、まあ心の世界かな。あ、金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現実？浮いてる！これが現実なの？なんてこと。ごめんなさい。でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。心が見せる現実、社会認知心理学上の作詞の応用みたいなもの。私らの方が分かんないわ、それ。そうか、心を盗むって認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。お前よりすごくね？お、同じくらいだ。じゃあこの世界のどこかに ATM になった私もいるっていうこと？かもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて自白させられる。うまくいけばだけどな。うまくやるさ。金城みてえな悪あげりゃ俺ら注目浴びまくりだぜ。俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人勇気づけられるかな。弱い立場の人たちのためか。お父さんと同じこと言うんだ。お父さん？ううん、なんでもない。あの銀行に行きたいのよね。なら行きましょう。私があの銀行の顧客になったんならゲートはただ一つだから。
マジ？向こうから来やがった。計算通りだな。時間外の銀行ってカードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから妙に緊張しちまうな。この格好で銀行とかモラだよね、ザ・強盗。確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。え、何？敵が襲ってくるの？なるほど。合気道なら覚えがある。護身なら心配しないで。シャドウ相手に護身もないが、ま、ないよりマシか。正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。さあ行きましょう。彼女は金城の客だ。頭取に話があるの。失礼ですが、アポイントは？話があるの。いいから取り次ぎなさい。お通しして差し上げろ。今の声、金城。頭取って何？銀行のトップだ。侵入、その他迷惑行為、締めて300万円の賠償金の件ですよね、現役美人生徒会長さん。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。
1日に1割の利子ってことは、1日30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね、西間さん。いや、美人検事新島さえさんの妹さんと言った方が良かったかな。なんでそれは。我々の情報網を舐めないでいただきたい。いや、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけないで。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い。強い者に食われるためにあるようだ。それが融資依頼の掟なのかもしれませんね。下道め。おい金城、待ってろや。てめえのお宝踏んだくってやるからよ。笑わせるなよ、コソドロ。ここは最高峰のセキュリティを施した俺の城だ。どいつも金さえ渡せば何でもやる。お前らの命くらい息をするように奪うぞ。やれ。城様の命令だ。即刻排除だ。ペルソナ、巻き起これ。金で買われてるってのか。このままじゃまずい。逃げるぞ。なんで警備員が怪物に。それにあなたたちのあの超能力は、もしかしてそれがペルソナ。この状況で聞くか。糸を引いた方がいい。マコト、はぐれるなよ。急げジョーカー、出口はすぐそこだぞ。切れないっての。みんな、ずいぶん辛そうですね。
こそこそしやがって金しろ。それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい商品を提供してくれたことには礼を言いますよ。そろそろ消えてもらおうか。銀行経営は大変でね、迷惑な客は殺すことにしている。生意気なガキ一人消えるだけであっちの世界じゃいい見せしめになる。やめて。消すのは商品以外だ。心配するな。姉さんは美人だからな、俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。ああ、かわいそうなお姉ちゃん。妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいいの。我慢、言いなり。お前なら300万くらいすぐに稼げるよ。その頃はお前の人生も何もかもめちゃくちゃになってるけどな。来ましたか。いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日で。なんだ。ペグソナ。いや、あれバイクだろ。伝わってくる。これが私。すごい、なんだありゃ。あんなの初めてだぜ。ギャラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよねヨハンナ。普段おとなしいからって調子に乗るな。もう猫かぶるのやめたの。行くよヨハンナ、フルスロットル。敵が動揺してるぞ、蹴散らして隙を作ってくれ。ペルソナかけろ。何やってるんだ、しっかりしろ。
目的は達してる。どうやって出んの？出口は一つでしょ。あ、世紀末覇者先輩チーズ。叩かれたいの？先行くからついてきて。よし、いける。乗れ。あくまでも敵対するか。よかろう。ならば待ってやる。現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもできない。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。すげえのが出たな。合気道とかそんなもんじゃねえ。超武闘派じゃねえか。絶対怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた？特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。いや、それまずくね？大丈夫よ。あんな世界のこと現実の捜査でわかるはずない。まあ、こうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る。そんな気がしてた。
必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし度胸もある。いいんじゃね。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ、催促だって。パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。慎重にな。余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間か。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通り、まずはお宝までのルート確保ね。さすがに慣れてきたな。集合の連絡待ってるわ。まあ、ついこの前まで反目してた仲だもんな。だが、リュウジの言う通りだ。ここは力を合わせて乗り切るぞ。頼んだぞ。なあなあ、
てと。バイク型のペルソナか。ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。いや、我が輩は人間だから。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。やっぱ我が輩は特別。運ぶ？いや、連れて行く。今一瞬頭になんかが。ダメだ、何も思い出せねえ。まあ、わかんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし、期待できそうだ。それにしてもお前、持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。後ろ片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の頭脳なら何か。もしもーし。ユースケに続いて誠、こいつずいぶん引きがいいな。何か理由があるのか。まさかな。ごめんね、呼び出したりして。それはいいんだけど、生徒会室に呼び出されるのって新鮮。結構緊張するものなのね。私もちょっと緊張してるかな。あのね、私謝りたくて。今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、私新島先輩のせいにしたでしょ。それ謝りたかったの。本当はずっと。高牧さん、後になって志保が助けを求めてたのに気づいて、何かできたはずなのにって悔しかった。自分がバカすぎて、自分のせいにしたくなくて。あの時新島先輩のせいにしたんだ。だからごめんなさい。ねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。え？鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒、私誰一人助けられなかった。でも私は先生たちに言われた通りやってる。だから何にも悪くない。そうやって自分に言い聞かせてた。誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで怖かった。だから必要以上に
高巻さんたちにきつく当たったと思う。ごめんね。そっか。じゃあおわいこ？おわいこってそうだね。じゃあこの件は終わりでいい？うん。あ、それとね、価値なくなんかないよ。ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。全部新島先輩が自分でやったことだよ。高巻さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、ずるくてちっぽけな自分に気づいたの。高巻さん、いつも正面から言ってくれる。それでやっと気づくの。私結構鈍いみたい。アンって呼んでもいい？じゃあ私も、まこと、照れるな。あ、ねえ、甘いものでも食べて帰らない？じゃあ私、おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ、半分こする？一個ずつ買って、半分こずつで。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。聞いてるのか？たるんどる。やるから。